社長、おすいません、来たか、幸彦の絵ですね。これはね、安田幸彦のね、北条時宗だよ。時宗の若い時のね、狩りの姿で、ね、ものすごくこれ好きな絵なんだ。で、今なんで描けたかっていうのね、昨日描けたんだけども、はい、今週の月曜日にね、今度はスペイン大使館と協賛で展覧会やるんで、それに円覚寺さんにね、協力してもらおうと思って、頼みに行ったんだ、スペインのその担当者連れてね。はい、でその時にね、円覚寺館長のね、横田南嶺老師の計らいでね、特別にね、北条時宗の墓参りをさせていただいたんだよ。それを記念してね、また北条時宗を今かけてね、墓参りに行かせていただいたお礼をね、この絵に向かって言ってるんだよ。絵に向かって、そうだったんですね、うん、ありがとうございます。